たら分かると思うんですけど、ドロップショットがめっちゃ多い。ハードコートとかに比べて、去年の全仏負けたガストン選手とかももうほぼドロップショットみたいな、それでもなんか4回転まで行ったりとかもちろんこれ技術によるんですけど、普通に打ってるだけじゃなくて、さっき辰馬さんが言ったようにコートを広く使うみたいなのもすごい大事になってくるんで、辰馬さんとドロップショットの的当て対決をやっていきたいと思います。これガチでドロップショットクレーめちゃくちゃ大事だと思うんで、練習練習しかないね、勝負していきたいなと思います。コツは僕が IMG で言われたのは、絶対ネットすんなって言われました。絶対ネットとサイドアウトすんなって言われました。とりあえず入れろみたいな、入ればまあなんとかなるからみたいな感じで、それだけはダメだって言われました。何か気をつけてますか？結構切っちゃう癖があるから、うん、どちらかというとなんか優しく扱うような感じで、うん、相手に取らせるような気持ちかなっていうので、ドロップショットで決めないっていうのは決めてる、うん、結構なんか人によって癖があって、錦織選手とかはあんま切らずにもう低く打つんですよ、ドロップショット。なんかネットのスレスレに低く打って跳ねないように打ったりとか、逆に僕とかちょっと癖で切っちゃうんで、その間にネットギリギリに落としたいみたいなタイプだったりとか、まあ結構タイプが変わるんですけど、とりあえず今回は的当てということでやっていきたいと思います。自信のほどは？いやもう多分何回か当たりますか？頑張るのみです。確かに。やっぱすぐ当たるよね。
打ち切りということで、イーブン、イーブン、まさか俺、イーブンになると思ってなかったけど、もう買ったわと思ってたけど、こっちサイド意外と近かったはずなんで、まあまあまあ、ほぼほぼ当たったようなもんということで、クレーでは多彩なショットがすごい要求されるんで、次の遠征からは、またハードとはまた違った、クレーコートの戦い方というのを、ぜひ皆様に、お伝えしていければなと思います。クレーの様子、大会の様子もまた、このチャンネルでお話していくんで、楽しみにしていてください。ただそのままクレコート頑張ってください。ぜひ頑張ります。会いましょう。会えるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。